ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。すいません、ここから番外編なんですけど。番外編。もう一本ここから振らせてください。え、何？ちょっと一分だけ準備時間。あるとね。いや、言えてもうた。だってあったもん。お茶普通にこれ置いてあったの。そうです。はい、もうそうです。ありがとうございます。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。やったー、大好きなソータルト、嬉しい、ありがとうございます。ちなみにこのタルトなんですが、じゃあシモンさんの弟さんの、はい、一回やられてるタルトなんです。代々木上原でやっていますソータルトというお店でした。こちら、このクッキー部分、小麦粉とか使ってません。グルテンフリーでございます。アモンって言うんですけど、弟、あ、シモさん、弟がアモンって言うんですよ。でも結構年がれてんじゃない？私同い年です。シモさん結構俺より年上だよ。違う、シモさん、大倉シモン、シモンマサトさん、シモンマサトさん、大倉シモン、なんかたい焼きかなと思って。私の旦那です。あ、旦那の弟、はい、そう、これめっちゃいいんですよ。だクリーム、生クリームとかも使ってなくて、牛乳、乳製品も使ってないんですよ。美味しいの？めっちゃうまい。ちなみにこれこのぐらいのサイズで3万円ぐらいします。こんぐらいのサイズでお店に売ってるんですけど、それでもフルーツによって2000円ぐらいします。3万、マジで高い。でもそんぐらい、今女の子にこれ教えたらマジで喜ぶ。そんなに有名なんだ。僕この前番組の差し入れとかでもありました。え、そう、今めっちゃ有名。大したもんじゃん、弟の。そう、の店長やってる。ぜひよかったら皆様会いに行ってください。なんか全部うまくいってんな。君のところ、え、いいんですか、食べさせて。ちょっと特別に許可をいただいて今回。ごめんなさい、ありがとうございます。ビッグトムラさん、本当はダメなんですけど。いや、それそうでしょ。すいません、申し訳ございません。すいません。え、イチジクのやつまだ食べてなかったでしょ。でもバナナ乗ってる、バナナ乗ってるやつなかなかないんですよ。知らないもん、初めてなんで、そんなリアクション取れないですよ。初めて食べる。これ全部、私もう10回ぐらい食べてるんですよ、このソータルト。いや、このね、生地がうまいんですよ、マジで。でも見る、何も使ってないでしょ。いや、マジで舐めない方がいい、本当に美味しいの。罪悪感ないっすよね。そうなんですよ、グルテンフリーだから。だから、あとアレルギーの人とかも。確かに、すごいわ、これ、やった。じゃあ、いただきます。うまっ、うまっ、はい、マジでうまっ。あれ、どう、グルテンフリーって感じしないね。うん、あれ、しっかりスイーツじゃん。ねえ、うん、この生地美味しくないか。うまい、サクサクでやばいっしょ。うん、この生地なんだ、アーモンドとか入ってるっすかな。あ、そっちのアレルギーの人は逆に食べれないんだけど、うん、でも小麦粉アレルギーの人が多いから。あ、うん、おいしい。ということですね、今回ちょっとみちょぱさん誕生日ということで、これいつもスニーカー作ってくださっているところから、うん、無料でスニーカーカスタムします券を1枚、やった、ありがとうございます。お世話になってるところ、銀座スニーカーヒルズの方で、まあ、だからあそこいつもスニーカー、私サイズがないから自分で買ってって、うん、これでお願いしますって持ってけばいいのか。はい、下川さん、はい、ありがとうございます。意外とね、やるとなるとお金ね、意外とそうですよね。はい、めっちゃ食ってんじゃん。めちゃくちゃうまい。でしょ。ちなみに言うと吉村さんのことが一番好きなのだろ。そういう経験。違う、あの人はかっこいいってずっと言ってる人だから。これ生クリーム何なんだろう。うまっ、豆乳とかそういうなんか、これ豆乳、なんか、ね、生クリームじゃん、牛乳じゃない、マジ言ってんのこれ。そう、すごいよ、コク、うん、でもさっぱりしてるんだよ、めちゃめちゃ美味しい。豆乳クリームですよ、やっぱり。これ豆乳なの、ね、卵も使ってないマジで。すごいでしょ。クリスマスケーキもやってますもん、ぜひ。実績、そんなことない。いや、ほんと、言ってくれたら言っときます。それでですね、うん、スタッフから一人ずつ、はい、どうぞ。一人ずつあるの、しかも、はい、はい、何しいこれ、ゴルフの、何これ、ありがとうございます、はい、何これ、打ちやすい、いいらしいですよ。え、こんなのある、はい、本当に打ちやすいんですか。はい、らしいです。公式戦使用可能だって、じゃあちゃんとしてるやつだ。はい、特許取得商品だ、はい、え、使ってみます。今から
違います、違います。ビッグカメラみたいな。あれ完全にビッグカメラ。あともう一つ。もう完全にビッグカメラです。はい、ありがとうございます。あ、使います。これでもさっき見たら8000円ぐらいでした。ね、結構するんですよね、タイトル。サイトの。ゴルフ尽くしなんだけど。はい、そして。え、うわ、ありがとうございます。フェンディだ。これは堀山さん？いや、違います。渡辺さんです。スタッフ。ここにもフェンディ好きがいたの。じゃあ、山さんすぐフェンディ好きだからさ。おかしいだろ、話が。じゃあ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、ちょっと、まだ。食べてていいから。まだ食べてていいから。食べてて。まだ行った。ね、行った。はい。なにこれ。なんすか、フェンディ。お、メシだ。カードケース。カードケース。すげえ。え、付き合うとしてるから、ね。ありがとうございます。やったー。センス。あと最後にですね。はい。じゃあ、お誕生日おめでとうございます。何やってるの？ありがとうございます。あげていただいて。なんか、弱握られてる。握られてないです。待って。違うじゃん。見た？何が？見てない。ケンディじゃない。ケンディ聞こえました。いや。最初の H 発音しないですよ。おめでとうございます。やばい、フットパパ。いやいや、でもそれ言っちゃないですよ。もう本当にそうなっちゃうから。うわ、何？靴だ。あ、2足ある。靴だ。片日本で片方。え、かわいい。え、かわいいんだけど。ニットブーツ。かわいいんだけど、前回白スニーカーフェンディの。え、かわいいんだけど、もったいなくさが出ないんだけど。あ、じゃあ、あの、はい。やった、ありがとうございます。力の入れ方が全然違う。いやいや、ゴルフもいっぱいもらったじゃん。もらってる。まあ、でも今ケーキ一緒に食べましたしね。ケーキ美味しかったでしょ。食べて。ただこれ本当に美味しい。わー、すごい。そんなにみんなに食べてほしい。え、食べてほしい。このなんだろう、私も食べてほしい。でも、ね、意外とね、甘じょっぱさみたいなのあるね。このタルト生地が結構香ばしくて、それが味がしっかりしてる。本当だから、弟さんには申し訳ないけど、はい、そんなの望んでないよ。本当は若いね、はいはい、イケイケの女子に食べてもらいたいけど、うん、これおじさんのケーキだ、マジ。じゃあおじさん、うん、まあどの世代でも。いやいや、おじさんが食べるべきケーキ。美味しい。こんな幸せの声でいいの？本当だよ。ということで、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。25歳からおめでとうございます。ありがとうございます。美味しいよ。一応最後に25歳の抱負だけ言ってますね。何しよう。フルーツだけちょうだい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 。秘密基地。秘密基地使ってください。秘密基地って何？東京秘密基地。女子用のやつか。話題になったやつね。今年ね、何しよっかな。夢を見つけます。ああ、贅沢な悩みだね。25歳。夢を見つけたいと思います。頑張ってください。よろしくお願いします。どうもどうも。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。イエーイ。